ビーバーゲミュントは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マイン・キンツヒ郡に、属す、町村である。キンツヒ川の谷に位置し、ゲルンハウゼンの東約5キロメートルにあたる。ビーバーゲミュントの町域内にビーバーお及びキンツヒ川の谷が走っている。ビーバー地区で湧き出し、北に向かって流れる、ビーバー川は、ビーバーゲミュントのビルトハイム地区でキンツヒ川に注ぐ。ビーバーゲミュントは、 北は、ベヒタースバッハ。東は、バート・オルプ及び、ヨスグルンと、南東は、クレールスバッハタール。南は、市町村に属さない地区であるシェルキッペンの森。町村クラインカール及び市町村に属さない、ガイゼルバッハの森。西は、リンゼンゲリヒト及び、ゲルンハウゼンと境を接している。自治体ビーバーゲミュンとは、以下の6つの地区からなる。1970年に、 それまで独立していたビルトハイムとカッセルの村が合併してビーバー・ゲミュントが成立した。また、ビーバー、ブライテンボルン、ランチンゲン、リュッツェル、ロスバッハが合併して1971年にビーバーという新たな町が成立した。このビーバー・ゲミュントとビーバーが1974年にビーバー・ゲミュントという町名を引き継いで合併した。 ビーバーのプロテスタントの教区教会ビーバーゲミュントには2つのプロテスタント教会がある。ビーバーゲミュントには4つのカトリック教会がある。ビーバーゲミュントの長議会は31議席からなる。ビーバーゲミュントの紋章はこの町の異なる部分を象徴している。上部にはマインズ選定校の紋章の衣章である和が描かれている。ビルトハイムトカッセルは 長い間マインツ選抵抗量に属していた。ブはビーバーの工業を象徴している。紋章の衣装の配置は外観上、かつてのビーバーの紋章と類似している。赤と金の配色はハーナウ薄量を想起させる。この博物館は郷土生活資料の他にビーバー側の谷における工業を重点テーマとしている。この博物館はビーバー地区の連邦道。 B276 バイパスに面しており、ビーバーゲミュント歴史協会 EV によって運営されている。この街の多くの地区に音楽クラブがある。カッセル音楽協会、オリジナルカッセラー無時間点 1974EV、ビーバーターラー無時間点 EV、シュピールマンスツークトイトニア1963、ビーバー EV などである。また、純粋な歌唱クラブも多くある。 歌唱協会、リーダークランツ1847ビーバー EV、アイニヒカイトビルトハイム 1897EV、歌唱協会、ハルモニーカッセルと、リーダークランツカッセル、歌唱協会、ゼンガールストランチンゲン 1924EV、歌唱協会、エーデルバイスブライテンボルン、リュッツェルなどである。さらに協会合唱団、セシリアビルトハイムもある。ビーバーゲメントには、 その歴史からとても多くのスポーツクラブがある。また、それに対応するスポーツ施設もある。市の南部には SV ゲルマニア08ビーバーのアンツーカーと芝生のグランドがある。カッセルとビルトハイムにはそのスポーツクラブ TSV08 カッセルと TSV09 ビルトハイムのグランドがある。また、ロスバッハとブライテンボルーンにはボルツプラッツがある。 町の唯一の公営水泳プールがビーバー地区のクベレム水泳プールである。ビーバーのベーバースフェルトにトレロベッケンやグリルゴーヤを有する余暇施設がある。ロスバッハにはクナイプ水浴施設を有するバラ園がある。カッセルの中心にはテニスコートがある。ビーバーゲミュンとはアウトバーン A66 号線沿いのフランクフルトアムマイントフルダとの間に位置している。 ビルシュタインからロールアムマインに至る連邦道 B276 号線が町内を南北に走っている。町域の北端をアウトバーンと並行して近ンツヒタール鉄道フルダフランクフルト線が走っている。ビルトハイム駅には1時間ごとにベヒタースバッハフランクフルト間のレギオナルバーンが発着する。ゲルンハウゼンからビーバーの高台にあるロッホボルンとの間を結ぶ。 狂気の鉄道出滅サルト鉄道は現在の長域全体を結んでいたが1951年に廃止された。ありがとうございます。